こはい、はい、なこいでまで食えちょうどな。あ、そのダメ入れてどうかな。やっぱり裏返しになってくるの。食べんな、とりあえずしばらくねえかもね。ラストローは出会ん。やべったことに乗せれば。よし、ここに入れて。まふっちゃがらせんというな。ダムがマスカスやるやつよ。やつ言うね。あ、そっちがちょうかな。ちごと穴で。こっちはあの地元の方よーち。なんて。いや、これもは、言うな。はい。いやけどうせも。待て、キャリーはわかる。ほら。あれ、やすもったこら。人が食うほぜくってやねこん煙や。里芋をいただきました。ありがとうございます。ただいま、ただいまお客様から里芋をいただきました。里芋を煮てかもかやな。もう煮とったと。煮たと。ああ、こっちはカラーな。カラー、うん、そったらカラーで、うわ、じゃがいもを煮たらいい。じゃがいもをこっち入れるな。よし、我が家で鍋で買っちゃうかな。はい、そうそうそう、ここんた、何してんやらくないよね。わかれん、あ、よく何してん、肩ならやでな、こいつやな。たかな。じゃがた、じゃがたを、ああ、そうかそうか。これは何だっけ、ジャカルタから来たり、ジャカタやったっけ、ポルトガルやったっけ。うん、にゃんにゃん、ごめんごめん、どうしちゃうの。にゃんにゃんにゃん、あの、信用しないでくださいね。ボキャブラリー見たところ、ほら、極戦海鮮だし、どうですか、美味しいよこれ。あれあれでしょ、安丸だし、うん、あ、知ってんですか。あ、知ってんの。いただきます。すごっ、うまか。あ、うまか、うまか。この一品、安丸だし、高橋商店。はい、ではこれはどうするの。縦長に切ろうかやな。縦長にどうんじゃがいも、まだ、うん、コーキーか、コーキーか、こうやろね。いやー、さっきほそういうのほらかかもな、べかないかんでよ。ああ、べかないかんでね。まったちな。はい。あ、あ、歯が、生え方がマークだ、ほら。お、男爵やった。メイクインの方がうまかったんね。わ、ゼロかな。これゼロな、だしをまたふりかけ食いや、ほら。はい。じゃがバターじゃなかった、じゃがだし。どうも、はい、ありがとうございます。ありました。じゃがだし、これでいけないというかな。パッとまんべんなく振ってみっくや。それで染み込まねんな。あー、二つな、うん、だしをし、まあ、染み込んどるな。バターやばーって染み込んどる。だしが染み込んどるか。染み込んどるね、煮しめんような味がそっちもはけよな。割り箸でこう広げるかな。あー、す、ここ切れ目をこう入れよかった。ああ、入れ込むわ。うん。染み込んご。よし。な、里芋。里芋。今もろた。お客さんからもろた。里芋もな。あ、横方じゃな。よし。これでもうザル入れせんにおかいな。あ、ザル、ザル。さあ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 。さあ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 。とかってこれなるな。な、いやいや、卵も入れして、ゆで卵をするかいね。せっかくやでな、うん、食べてね。うん、ゆで卵をするかい。よし、よし、引くんからあげんもんな。向こう引くんかいに、こうして、うん、バランスが悪いな。バランスが悪い、持ち上げたとかな。わ、うん、かった、見て、うん、うん、いっと、じゃあここ持っていきな。よくあるんじゃない。あ、板前龍、板前龍の今日はどうでしょうか。調子はどうですか。板前の腕の見せどころっけ、うん、あ、バランスが。大将、まずバランスが悪いです。ベッドかそのままザルを持って手を持っているのが名元やベジトや。入りました、入りました。で、蓋をせんなあな。はい、あ、一般フットかザルかを勝ちかいな。いや、ザルかをかせんな、そのままやったち。はいはいはい、はい、今入りました。はい、全部入りました。弾がまずを
たまわまに過ぎてんよかったであら。うん、どこしてん。うん。ダメってことだって。30分に行ったのも、まあ普通のゆで卵やったでよ。ほぐいこくなかわけやでな。うん、よっしゃ。完了。時間を。はい。ちょうど30分。はい。はい。じゃあこっちは受けます。あ、もう一発でやったで、まあ、15分打ってたな、いけんじゃないかな。下でよ、量が多かったで、片前切っちょっかいけんかな。蓋を密閉しとってね。熱っ。はい。熱っ、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 熱っ。水が出ちゅろ、ほわ、他県水が。他県水が絶対入ったかもな。よっしゃ。まあ、このままもう持っていこうかいな。もうくらいか。うん、もうくらい。よっしゃ。ちょっと待ってな。はいはい。群れたか、よし。群れたかどうだか開けてみようやと。まあ、量も多かったしね。まあ、実際ほら、ちっとばか隙間開けて、うん。吸うわけよな。ここで後で取って、これ水はない。ああ、多検水が出たぞ。ほら散ったな。ここで多検水も入ったで、なおさら水分が増えたかも。いやー、いけんやかな。はい、開ける。はい、はい、オープン。お、お、どげんな。ほら、片前きっちょらんのかな。うん、まだ足らんだ。ほら、熱っ。わー、よー、あっこがなんていうの。ちょっと、ちょっと、いけんもねえの。ああ、な、手の皮スランカーばっかりじゃなくて、手の皮もばっかり動いてる。スランカー、リュウさんの方が近いもん。おぉ、はい、片前ぎっちょなんね、プルンプルンやな。プルンプルン、うん、まだや。プリンみたいな感じだね。やっぱ最初で蓋開けて、ちっとばっかり。まあ、これまたね、精密加工されてくるわ。ピタッチも、それが日本の工芸技術やっちゅう。やったな。わぁ、のぬこの、どんな感じよ。さじがありゃよかったら、わぁ。あ、本当だ。まだ固まりきっちょなんじゃな。もうちょっとだったかな。だけどなんかもう宴会が。お客さんがやや食って入ってるわけんな、でもでよ。あ、そうですよね。金の玉落ち。初がち、まれけんあらせんけな。おー、竜の卵。2個入り、1個入りじゃない。2個、金運上昇し、ほら。あ、にゃ、燻製卵落ち帰っちゃう。おお、ちょっと、くばなっと、うん、燻製卵落ち。なあ、待ち時間がすごいわ。火災もんでよ、これ、あいこ、うっちおてやむかいな。わからん。あれ、カルカゴはどんね。裏を見たら、あいつけって書いてある。金玉やろ、これ、りょうさん。なあ、金玉。これ大事向け、あの、放送禁止にならんとけ。金玉を略して金玉やろ、これ。よかどこっちょら。よかんぐっとな。愛知県豊橋市。はい、オープン。もうよかどら。うんだよかどら。さあ、お。固まっちゃうな。こんな皿またほら、よかったよかった。でけちょいな。まあちょ、下、下はよらしごはやらな。うん、まあ、下はまだ液体やろ。うん、じゃろ。じゃあ、頭を。これで食うた、猫舌で食わなあんの。ああ、ちょっと。うん。どうぞ。その安丸だし、しみごましたやつは。さっき。味がしみちょっとこやな。もらった。じゃあ、いくぞ。味は染み込まんな。やっぱり煮込んとと違うけ。いや、あの普通にだし、うん、だしの味はここ上振りかけたとこしかせ。やっぱり染み込ませんないかんとこじゃな。だし汁を作ってにらんな。普通にうまかよ。うん、あ染み込ますってやっぱりだし汁で煮込まんな。染み込みきらんとこじゃわな。ほとんかけたとでも食えばうまかい。まあ表面に出汁がちょってな。じゃがいもに切ったのはずっとかったなぁ。ほら板ちょいな。ほらほらほら板がどうな。うまかうまかうまか。おーよかったよかった。
中は見えちゃうな。うん、見えちゃう、うまかった。あ、見えちゃう、うまかった。あ、味がするわ、塩味が。中の方もほくほく。あ、じゃがだしな。楽屋ライブはね、あの焼きすぎがないから、時間力を過ぎても、うん、まあどうですか、結婚読んだ分ない。あ、いいですか。あ、そうですよ。結婚取るんですか。すいません、結構うまい。あ、だしか、和風だしをのしたんです。熱い。中熱い。うん。いただきます。いただきます。コーン、じゃがいもか、その、メープインね。メープインね。メープインね。あ、これはね、ほんとだ。ここね、振りかけたらまだ。だしをね、だしをのしたの。あ、うまか、怖いよ。本当にマカがよーって、うん、出汁が良かったじゃないかね。出汁はまあ出汁は良かったけどな、うん、出汁を乗せんな味はせんわけやってな。茶碗蒸しになってる。おい、茶碗蒸しもうちょっと中の方も、まあ、茶碗蒸しを作ったわけやで。お、もう結構、お、固まったな。おい、茶碗蒸し竹筒の茶蒸し固まってます。じゃあいただきます。うんうん、茶蒸しになった全体的に。で、蓋開けたらな、ここに突っ込むんじゃね。キツのわけか。おう、こう入れて作ったら出汁も出ちゃう。まか、出汁が出ちゃうな。普通に茶蒸しできたよか。うん、あの味、味もちゃんとした、うん、あ、怖っ。結構大正解やった。もうこれせい、まあさ好みでないか入れてんかまんどん。これがまあベースも普通やらよ、うん、普通の茶碗蒸し出来上がりやらよ。茶、卵だけの茶碗蒸しな。うん、まあだここに具を入れれば横開けてこう出汁も出てます。茶碗蒸し、うん、あ、もう、まあ、味はもう茶碗蒸し、もうこれでもう満点じゃん。うん、このほら、極仙海鮮だし、どうですか。美味しいよ、これ。あれあれですよ、あの安丸だし、うん、あ、知ってんですか。あ、知ってるの。いただきます。すごっ、うまか。あ、うまか、うまか。この一品、安丸だし高橋商店。